ヘンリー・アップンゼラー、ヘンリー・ジェラード・アップンゼラーは、朝鮮で活動したアメリカ合衆国出身のプロテスタント宣教師、朝鮮の教え子たちと、1887年1858年、ペンシルベニア州サウダートンに生まれる。1882年、フランクリンマーシャル大学を卒業後、ドリュー進学学校に入り、進学を収めた。 1885年2月6日、アペンゼラーはメソジスト監督協会の牧師となり、朝鮮への宣教師に任命された。一度日本で、最初の韓国人プロテスタントの信者の一人とされる、リジュテ事帝に2ヶ月間朝鮮語を学ぶ。アペンゼラーが妻のエラジェイドッチ、長老派宣教師の H.G. アンダーウッドと共に、二川に到着したのは、1885年4月5日のことである。 アペンゼラーは、二川の内里教会をはじめとする多くの教会を設立し、国中を旅して、福音を説いた。アペンゼラーが設立した土川財学堂は、朝鮮初の近代教育機関である。また、他の宣教師たちと共に、聖書の朝鮮語訳を手掛けた。1902年、聖書翻訳の会合のため、全羅南道木浦を訪れていたアペンゼラーは、溺れていた。 朝鮮人少女を救助しようとして、海に飛び込み、溺死した。後に、ソウル郊外、洋活の外国人墓地に墓が建てられている。ヘンリー・アペンゼラーの孫娘。1929年、朝鮮総督、斉藤ミノルから贈られた日本人形と共に、ソウルで生まれた娘のアリス・アペンゼラーは、朝鮮の女子教育に尽力し、理科女子専門学校の校長を務めた。 第二次世界大戦中は出国を余儀なくされたが、大戦終了後に朝鮮に戻り、ソウルで没死した。洋活の父親の墓の隣に葬られている。息子のヘンリー・ドジア・アペンゼラーも朝鮮での教育活動に尽力し、培う在学堂の校長を務めている。ありがとうございます。